はい、今日は5月10日です。今日も、今日から1週間また頑張っていきます。後ろ組引かれてる。行け行け。今日は20分走1本。今日はエルゴやっていきたいと思います。コルビやべ。ございます、今日から朝練をちょこちょこやろうかなと思います。富士ヒルも午前中スタートで結構早い時間から走るので、それに慣れるためにも朝早くから乗る練習をしていこうと思います。今日は L4 SST みたいな練習をやっていきたいと思います。朝パワー出ないんですよね。だからまずは慣れることから、ちょっと緩いようなメニューをやっていきたいと思います。パワーが出ない。はい、今日の晩ご飯だよ。作った。いない。なんかなんだろうそれ、あんかけ。いける。いける愛してる。またアマゾンでポチっちゃったよ。何をどういうこと？マッサージボール。いや、あるやん、家にゴツゴツしたやつあるやん。ワンサイズ大きいやつ。え？ワンサイズ大きいやつ。そんだけ揃えるの？アスリート大中小とかいらんやん。アスリート目指してんの？もうやめて。本当にね、もうね、家がね、マジで物置。あとね、セラバンドみたいな。ねえ、いらん、いらん。アスリート目指してんの。新作買いました。あ、これこれ。ほんと、届く、うん。もっと硬くてもいいな、でも。あ、でもこれこれ。柔らかいな。ちょっとクッション性がある。バンドか。
これやば。ああ。3入れてみてくんない？どういうやん。無理だよ。無理だよ。無理か。うん。はい、おはようございます。おはようございます。本日5月14日土曜日、また思想に来ました。はい、今日のバイクです。はい、はい、いつも通りです。いつも通りですね。はい、メイダです。はい、メイダです。はい、変更点ありません。はい今日は1本頑張りましょう。はい、頑張ります。ちょっと2本は今日1本集中して頑張りたい。1本集中で明日も走れる。そうだね、前回2本登ったら翌日も足がバキバキすぎてゆっくり登ればね、いいんだけど、2歩目もまあまあ頑張ったから。そうですね、今日はもう1本だけで頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあ行ってきます。できた。とりあえず今年度登った中では自己ベスト。素晴らしい。うん、いや、去年の、うん、ベストまでいかないけど、うん、でもだんだん上がってきてよかった。とりあえずね、やってることは間違ってないから、うん、調子はやっぱ上げられるっていうか、ね、うん、いただきます。レバー、うん、レバーやん。これはホイップじゃないですか。あ、これね、かなりレベル高いソフトクリームです。そう。だってさ、なんか色がさ、かなりレベル高い。しょうもない指紋から浮かんじゃったんだけど、何か起きた。わかんない。言うなよ言うな何も言うな。今週も1週間終わりました。今週の、まあ、ハイライトといえば富士ヒルの思想、また富士ヒルの思想だったんですが、最初に思想した時よりも2回目の思想の方が早くて、2回目の思想よりも今回の方が早かったというんで、ちょっとずつ調子が上がってきてるのは実感してます。はい、富士ヒルシルバーっていうのは
1時間15分っていうタイムを切るのが目標なんですけれども、今回は1時間17分ちょっとっていうことで、ただスタートの地点がもうちょっと手前にあるのでもっと時間かかるだろうと思うし、まあ、正直ギリギリなところです。まだ達成できるって言えないぐらいのタイムしか出せていません。一度調子を落としてから、まあ、だんだん調子上がってきて今戻ってきてるのをすごい実感してるんですけど、まだ本調子に行き切ってないような感じがあるので、まあ、ここからさらに調子を上げていきたいと思います。タイムが出せてないっていうので、まあ、正直焦る気持ちもなくはないけれども、どちらにしろ時間は限られているし、やることをやるだけっていうのは変わらないので、今自分にできる精一杯のことをただただやっていきたいと思います。はい、来週1週間、一日一日を大事にトレーニングしていきたいと思います。今週も1週間ありがとうございました。